はい、ではフランプールコピーバンドシャンプールのライブレポです。このバンドは3カメになってますね。でも多分ね、右下のカメラ、ドラム映してるカメラが多分途中で切れちゃうんですよ。すいません。あー、いいよ、龍太郎くん。そう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 。あ、めぐみもなんかちっちゃいけどいいよ。この辺もなんか仲のいいメンバーですね。あ、めぐみがリード。上手くなったな。チャチャラ。そうそうそう。この撮り方どうすか。普段なら3カメの時ってそのなんか切り替えてね、ライブ映像っぽくするんですけど、あれ要は自分が見たいところが見れなかったりもするでしょう。なので最近やってるテレワークライブとかみたいにこう個別にカメラを設置してみました。今回はちょっといろいろ試していこうかなと思ってます。紹介するとボーカルゆうすけくん、ギターがリードギターめぐみで、キーボードりゅうたろうくん、ベースいのきょう、ドラムまゆちゃん。まあいいよ今の、ヘイね。こうなんかこのメンバーいいっすね。なんかみんなこうなんていうかな、ふわっと優しい感じのニコニコくまさんチームって感じだ。どこにもなんかその毒素がないというか、立ち悪いやついないという。めぐみんとはね、2年ちょい前かな、ファン作りを僕が言い始めた頃に、アイコのバンドでめぐみんがデビュー戦だったんですよね。で、初めてめぐみんの参加したバンドで僕がファン作りをやってみた。ツイッターを使ってね、アイコファンを集めるっていう、ね、結果的に5人来てくれたんですけど、で来てくれた方にはその僕らが作った特製ミサンガをあげてみたいなっていうことを一発目に経験した子ですね。さあさあ、まあこのバンドはもうなんか全員が主戦力というか、誰もその、なんていうのかな、おんぶされてる子がいない、全員の力がちゃんと同じ分だけ必要ないいメンバーですね。まゆちゃんがね、ドラムめちゃめちゃうまいんだけど、本当はボーカルなのかな、本人の中でどっちかわかんないんだけど、ドラム今相当うまいです。うまっ。なんかもう余裕がある。なんかもうしれっと叩くよね。そこのまゆちゃんの画像僕ずっと見てたいんだけど、多分途中で切れますどっかで。動きに無駄がないし余裕がある。うん、シンバルの取り方がすげえなんかプロっぽいね。うまいな本当に。ごめん、ちょっとそればっかになっちゃうぐらいうまいわ。ちょっと別のこと言いますね。そうですね、猪木京くん、はい、ベースね。なんか猪木くんは僕と違ってお友達がいっぱいいるみたいで、ライブ終わるとお友達がライブ映像を見てくれるみたいでね。なんかやっぱギター、もともとギターの子だから、そのベースがやっぱギタリストが弾いてるっぽいって言われたみたいで、でも前回よりだいぶベースっぽくなった気がするけどな。音楽のセンスはいいよね。僕の中で今ね、その音家族の中では猪木京、新平くん、龍太郎くんが成長株男子3トップなんですよ。みんなそのセンスもあり、ちょっと経験もあり、うん、なんていうかな、
ちょっと語弊を招く言い方というか、捉え方にもよるんだけど、あの皆さんの読解力があれば伝わると思うんですけど、一番うまい初心者、ここを超えるとうまい人とか、まあ経験者とか、あの最後のエリサのバンドでも新平くんに関して結構喋ると思うんですけど、そこをぜひ猪木龍太郎の2人もですね見てほしい。この3人はその次の段階に行くと上手い人っていうレベルに行けます。なんかこの辺龍太郎くんやたら見せてたよな。なんかなんか本人も多分分かってるけどらしくない中途半端なミスというか、まあ、たまにはありますよね、はい、猪木翔とはね、ラルクのバンド、レコーディングバンド一緒になったんですけど、で前回もバンプ、じゃあアジカンか、レコーディングバンドの方でね、スタジオライブのやつかとかやって、結構いろいろ質問してくれたりとか、まあ、今個人では弾けるようになったけど、そのバンドで合わせるってことまだ知らないから次そこをやるといいですよと言ってます。ただね、これもね、その音家族もだから11年以上やってるでしょ。僕ね、大体分かってるんですよ。分かってるし分からないこともあるんだけど、めちゃめちゃどんどん伸びていきたい人もいれば、今に満足してる人もいるんですよ。本人すら無自覚なのかもしれないけど、でもみんな次を教えてほしいとは思っている、これが難しいところで、例えばじゃあ猪木翔くんは次はこういう練習しましょうって僕が言います。それで本当にやるかやらないかっていうのはね、分かんないです。そこで、例えばじゃあどんどん次の課題をクリアしていく人は結果的に、あ、もっとやりたかったんだなと僕は思うし、そこではいやりますとは言ったものを全然やらなくなったりとか、いつまにか音数が来なくなったりとかっていう人は、まあ、あ、そこは限界だったんだなって後で分かるけど、僕もだからその無理やりその次のレベルに行かせたいとも思ってないし、で求められるならもちろんどんどん教えたいことはいっぱいあるし難しいですよね、まあでもなんかそれを昔は悩んでたけど、今はもうなんかやっぱ本人のポテンシャルってあるからね、どこまでいけるかっていう限界とか才能ってあると思うんで、まあ言ってみて無理なら無理だし、しょうがないよね。やる人っていうのはほっとっても勝手にやるから。はい、皆さん楽しんでくれているでしょうか。次なんですけど、さっきね、さんざんね、紹介をしてしまったんですが、そうそう、ごめん、メンバー紹介、僕が途中で遮っちゃったから。さあ、じゃあ、ゆうすけくんですね。ゆうすけくんは、まあ、その、知っての通り、一人バンドをやれるぐらい全パートできるし、音家族チャンネルでも、一人バンドでね、全パート自分でやって、爆弾の曲かな、上げてるのもあるし、自分でも多分 YouTube チャンネルを持ってて、やってらっしゃいます。もう本当なんか、音楽を楽しんで、音家族を、あ、ドラム系だ。そう、音家族をもう片っ端から楽しんでくれている。うん。素晴らしいですね。なんかやっぱその比較するのは良くないんだけど、やっぱたまに問題児の方いるじゃないですか。あれ左も消えた。
あ、これ多分途中で、あ、復帰した。そう、問題児もたまにいるんですけど、ゆうすけくんは、音家族的にもスーパーエリート。はい。一つも問題がないし、どんどん成長もしていくし、どんどんバンドも組んで、はい。みんながこうだったら僕は怒ることは多分一生ないです。あ、でも言うても僕はあれですね、ここ2年ぐらい1回もなんか音家族で怒ったことないですよね、そういえば。うん、だいぶ平和になりました。お、龍太郎先生の素晴らしいピアノ。龍太郎くんはピアノ歴は結構あるんですよね。なんかギターが多分ここ1年2年ぐらいなんだけど、多分ギターはなんかすげえ練習したって自分でも言ってました。うん、上手くなりたい気持ちが伝わってきますね。今回はなんか彼女が来てくれたんかな。あー、ゆうすけくんアコギうまいな。ミスもないし音も綺麗。やっぱ毎日弾いてるからね、昼間とかにフラッと来てね、好きな曲いっぱい弾いて帰るみたいな。やっぱりね、上手くなるコツって毎日やるなんですよ。本当にこれに勝るものはない。どんだけ効率のいい練習があったとしても1週間に1回しかやらない人は上手くならない。毎日触ってその馴染んでいくというか、これが最強っすよね。たまにやっぱいるんですよ、その初心者の子で、あまりその、まあ、努力というかね、めちゃめちゃな練習ができない人が、なんか効率のいい練習法ないですかって聞いてくるんですけど、いや、ありますと、あるし、もう教えてますと。ちょっとカメラ近づけよう。こんなのかな。もうね、そんなあるし教えてるし、みんなやってんだけど、それができない人が聞いてくるんですよ、効率のいい練習ないですかって。その質問をする人はね、多分上手くならない。そもそもなんか努力ってことをしたことがない人の発言ですよね。ただ毎日やりなさいと、はい、要はそのじゃあ僕らのその教えるとか、先生とかっていう存在って何なんだって話なんですけど、僕らはね、掛け算なんですよ。掛け算の掛ける側の数字なんですよ。例えば僕を掛ける2としたら、あなたが10練習するなら僕を使うことで20になれる、掛ける2だからね、うん、あなたが100やるなら200になれますよっていう。でも0の人には2をかけても0なんですね、うん、だから僕たちの存在は0の人にとっては何の価値もないです。っていうとこを、まあ、分かってる人はね、自分でもやるし、それプラス自分より経験のある人の知識やノウハウ、経験とかをもらって、まあ、さらに加速すると、今みたいにターンターンターンってリズムが一瞬伸びても、ちゃんと合図なしで全員が次に復帰できてるというか、なんか息が合ってる感じがする。そうね、今半分ぐらいか、じゃあね、今もう全員、まあ、めぐみんはリードギター初めてで、多少その拙い部分はあると思うんだけど、
他もう、まあ、全員含めて、これくらいの難易度ならまあ普通にできてるし、ちゃんと聴いてられるレベルに達してるので、まあライブとしてね、その何と言いますか、お客さんをどうするのかっていうとこですよね。まあ、今自分たちが好きな曲、好きなバンドの好きな曲を演奏して気持ちいいと、まあ、それを知り合いに見てもらって楽しいと、そこを突破したいかどうかです。これもだから突破したい人には何ぼでも言うことはあるんだけど、ここでもう満足なぐらい楽しいんですというんであれば、本当にもうね、それでいいと思いますよ。うん、嬉しいというか、やっぱり僕としてはその人それぞれのゴールに向かってほしい、達成してほしい、叶えてほしいので、その目標が何て言うかな、高くても低くても僕にとってはどっちでもいいんですよ。高いならそれを叶えさせてあげたいし、低いならそこを満足させてあげたいし、うん、高い低いっていうのもおかしいよね、その人にとってのゴールだから。なんか僕よくボクシングに例えるんですけど、例えばボクシングを始めるときに世界チャンピオンになってめっちゃ金稼いでめっちゃモテて有名になってを目標にしてボクシングジムに入会する人と、ちょっと最近お腹出てきたからシェイプアップダイエット目的でボクシングジムに入会する人ではゴールが違うし、日々できる努力量が絶対的に違うでしょって意味で、そのダイエットが目標の人にはそのダイエットの仕方を僕は教えたいんですよ、本当に、うん、その人に無理やりその世界チャンピオンの練習をさせる気は全くない。まあ、まだこのメンバーは伸びしろもあるんで、バンドでより合わせる方法とか、ライブで、まあ、知り合い友達とはいえ盛り上げる方法とかっていうとこを次は言っていきたいですね。今回いいお手本として言うなら、ワンオクの夜ラーメンとか、あとチルハーモニー楽団あたりが盛り上げようとする気持ちは一番伝わってきましたよね。なんかそのただ楽譜を覚えて、メンバーと合わせて演奏するっていうとこはこのメンバーみんなできるじゃないですか。だからこそなんかもうそこではこの頃は満足できてないんじゃないかなというか、気持ちよくないんじゃないかな、興奮してないんじゃないかなっていう気がするんですね、僕から見れば。違うかもしれないけど、というところで僕はなんかもっと気持ちよくしてあげたいので、うん、かといってその無理強いもしたくないんですよ、ここで満足かもしれないから、はい、この辺がここ2年の僕の変化です。なんか2年前ぐらいまでは僕はバンドやってる人はみんなやっぱファンがいればいいし、うん、やっぱ会場が満員になって盛り上がればいいし、うん、その結果利益も上がってライブが終わった頃には財布がパンパンになってるのが最高じゃないですかと思ってたんだけど、そうじゃない人の方が圧倒的に多いことを、まあ、2年ぐらい前に知ったんですね、うん、もしくは本当はやりたいと思ってるけどできないのかもしれないけど、うん、どこを目指してるかもね大事なんですけどね。なんか技術的なこととかももちろん言えるんですよ。例えばゆうすけくんだとやっぱ吐き捨てがちょっとまた目立つようになってきてて、歌の癖といいますか、そこまた直したいなとも思うとか、猪木雄だったらもうちょいベースにこのうねりを持たせたいなとか、歌六がピアノだいぶうまいな、まゆちゃんのドラムもなんかほぼ文句ないぐらいうまいな、うん、
まあ、めぐみんはギターもっといっぱい弾くだけかなというところですけど、で、まあ、技術的なことも言えるし、それを知りたいのかもしれないんだけど、その前に考えてほしいのが、今の皆さんのこの実力のままでも会場を満員にして、例えば自分のツイッターとかでこの日にライブがありますって言っただけでお客さんが押し寄せてきて、ライブが終わる頃にはみんなの月収の半分ぐらいが財布に入ってるみたいなことも可能です。はい、まあ、それを目指してるかどうかですね、目指してなければいいし、まあ、そもそも望んでないことは叶わないからさ、なんかもう十分うまいんだよな。このメンバーが好きなバンドをやって楽しく気持ちよくライブやりたいですっていうゴールであれば、あ、じゃあ達成したじゃないですかっていう、おおすげえっていう、本当に心からそう思う、この手拍子とかもいいしね。これ以上何があるのか、この流れもすごい良かったよ。なんか変な例えですけど、例えっていうか、僕はもともと音楽をプロ志向でやってる、その仕事にしようと思って始めたので、ライブが終わった後にお金を払うライブハウス側とか、まあ、主催者とかに、ライブが終わって会場出るときにお財布のお金が減ってるってことが僕の中ではありえないことなんですね、例えば皆さんも仕事してると思うんですけど、じゃあ1ヶ月間仕事をしてお金が減ったら嫌じゃないですか。そんなことありえないでしょ、お金を増やすためにやってるわけだからね、その仕事はっていう感覚で音楽をやってるので、なんかその発想になるかどうかみたいなところもありますよね。細かいところ言うと、そうね、ゆうすけくんが結構直立な感じするんで、足ちょっと開いたりとか、前後でもいい、左右でもいいから、ちょっと開くとなんか動いてる風だし、動きやすくなりますよ。まあ、あと例えばこのメンバーでまたやるんであれば、まあ、リハに僕を呼んでくれてもいいし、うちのこのバンド部屋で合わせるときとかに言ってくれれば、バンドでの練習法を教えたい。今のところみんな知らないでしょ、その個人の練習はしてるけど合わせる練習って分かんないじゃないですか。ただみんながそれぞれ覚えてきたことをせーのでやってるだけで、それってまあ厳密に言うとね、バンド練習ではなくて合同個人練習なんですよ、今みんながやってるのがね。なんか合ってないとこがあってもなんで合ってないのかが分かんない、どうやって合わせればいいかが分かんない、そもそも合ってないと気づいてないかもしれない、今回キングヌーバンドとやったんですけど、めっちゃみんな喜んでくれて、本当同じ1曲が15分後には、ね、別の曲みたいに全員がビシッて締まる練習法とかあるんですけど、っていうところを目指してもいいよね、自分が好きなことをやって人が喜んでくれてお金も払ってくれて最高に盛り上がってて、もうめちゃくちゃいいよ、まあ難しいのがさ、そのね、過程と結果というか、旅行に行くときに、じゃあ旅行どこどこに行こう、それが目的なんだけど、じゃあ途中で何しようかな、
チケット買うのがめんどくさいから旅行に行かないって人いないじゃないですか。その目的達成するためには別にチケット買うのが好きなわけじゃないけど買わなきゃダメでしょ、うん、っていうとこっすよね。バンドとしてなんかこういう結果を目指すんだと、まあライブで盛り上げるでもいいし、まあ、お金稼ぐでもいいんだけど、そのためにその途中経過としてやっぱ今自分が好きではないやりたくないことも出てくるよね当然、うん、どこまで目指すかをなんか今ちょうど知りたい段階のメンバーではあるかな。自分たちが気持ちよくて好きなメンバーとやってれば OK であればなんかもう達成してる気もするよ、うん、仲のいいメンバーで演奏もまとまってるし楽しそうだよね。なんなら僕もこのギターバッキングでもう一人空いてるなら入ってコーラスとかしてあげたかったぐらい、うん、楽しそう。今できる演奏ね以外に何ができるかってこともまたいろいろ考えてみてください。